その足跡をたどり、風景が描かれた場所を特定してきたカメラマンがいます。ベルン州のトゥーンに暮らすクリスチャン・ヘルムレさん。私は今まさにホドラーが絵を描いた場所と同じところに立っています。最初は間違ってあっちの方に行っちゃって、アングルだけは合ってるけど何か違うと思った。その時そこに年配の人がいたから、私はホドラーが絵を描いた場所に行きたいんだ、どこなんだろうかって尋ねた。その人がこの絵に描かれた山の緑や地面を見るとここじゃないかって。見つけた時は最高に嬉しかったよ。ここだ、やったって興奮したよ。同じ場所から撮影すると、実際の風景とホドラーが描いた輪郭がピタリと重なることが分かります。ホドラーの言葉、永遠に色褪せない不朽の風景を描きたい。